美術や日本を元気にする秋華堂絵画骨董解答プロの田中でございます。絵画骨董解答プロ、これね。ですね、この昔のカタログのことでちょっと言ってみたいんですけど、ボリューム18春号、これね2009年、もう10年前、うちももうね20年近くやってるんですよね。こういうカタログ作りました。まだ今だいぶスタッフに任せてますけど、結構自分でやってたかな。富岡鉄斎の特集をこの号出してます。政村ビッシュっていうね、人が持ってた富岡鉄斎の特集だったかな。こういうね、若書きなんですよね、鉄斎の。やっぱこの鉄斎が評価されてるのって、ものすごく晩年の80歳超えてからのものすごい墨の濃いね、強い作品がやっぱり評価高いんですけど、この時代の作品はまさになんていうか軽い文人画っていう感じのやつが多いですよね。で値段もかなり安いので、これを特集した時はもうなんかほとんど一瞬で売れてしまったような記憶があります。でもこの鉄斎という人はですね、今ねだいぶ流行んなくなっちゃったかもしれないんだけども、15年ぐらいだったかな、ちょうど出光美術館で富岡鉄斎最後の文人画とかいう題名だったかな、やって、非常に優れた展覧会でお客さんが相当来てたのことを、鮮明に覚えてます。美術コレクターってね、大体今のコレクターって現代アートにバーッといっちゃうこと多いんですけども、僕が先輩に言われたのは、鉄斎っていうのはもう一番最後に理解できるというかね、コレクションもなんだろう、目立つもんとか流行りもんとか明るいもんとか綺麗なもんにいくんだけど、最後に到達するのが鉄斎の世界だと。いうことをですね、2のコレクターの中では言われるようです。で富岡鉄斎で自分は絵描きじゃないって最後も言い張ってた人なんですね。絵描きじゃなくて学者だと。で学者の手になる美術っていうのは文人画という世界なんで、その世界を正しく生きようとしたのが富岡鉄斎なんでしょうね。で今からその学者の手なぐさみだからいいんだっていう、その文人が独特の理屈はですね、今の社会でどれだけリアリティを持つのかは、ちょっとよく分かんないですけども、ただですね、アートも今も流行りのものって大体どっちかというと美術学校出てるというよりはイラストでの方の絵だとかストリート系の絵だとか、結局その正統派っていうところがかえってなんとなくちょっとコンサバな感じにね、保守的な感じに見られちゃってる中で、もっとね、なんていうかな、古代主義じゃないですけど、なんて言うんだろう、もうちょっと本筋みたいなことをガチッとね、決めたようなこのアーティストの在り方。なんていうんだろう、本筋は哲学者であって、その哲学者の表現として絵を描いてるみたいな考え方ね。でこれってね、もう一回今ちょっと考えてみてもいいんじゃないですかね。今ちょっと受けるものを描きたいっていうようなこともほとんど無意識的にね考えてるような気もせんでもないのでですね、富岡鉄斎の絵なんてのはね、今もう若いかけらが知らないんじゃないかな。ちょっとね一回勉強してみてもいいんじゃないでしょうかね。ということで富岡鉄斎の絵をですね、買いたい方売りたい方いらっしゃいましたら、この絵画骨董解答プロの、連絡先まで、フリーダイヤルとこちら LINE のQRコードです。よろしくお願いします。